はい、タマレーン著名人研究家の尾村です。後ろをずっと行くとですね、正門のところでございます。ここはですね、今、名誉霊域におりまして、はい、正面には噴水塔ですね、タマレーンのシンボル噴水塔でございます。左手奥にはですね、えー、東郷平八郎さんや本人伊勢さんが眠っております名誉霊域でございます。えー、ここはちょうど2区と7区の間のところと名誉霊域のところにおりますが、 これからですね、お墓参りに行くところは、蛭、えー、間賢八さん昼間ケンパチさんとですね、えー、その娘さん、蛭間絹子さん、このお2人のですね、えー、お墓参りに行きたいと思っております。蛭間賢八さんは、明治大正期の音楽家でございまして、チェロ、ハーモニカ、マンドリン、クラシックギター、これをですね、日本に、えー、持ち込みまして、 そして日本初のハーモニカ演奏会や、それらのですね、普及活動に尽力された方でございます。お墓は2区1種、4側の17番でございます。最初、昼間、ケンパシさんを紹介した後に、娘さんのきぬこさんをですね、その後の次の動画で紹介したいと思います。きぬこさんもマンドリンの奏者、指、え、導、ー、者でございまして、ワークに初めてテレビでを出演された方でございますのでね、 えー、動画2本立てで、えー、紹介していきたいと思いますそしてもうですねここが、えー、2区一種4川でございます道路挟んだ向こう側は7区でございますちょうど、えー、その間のところですねこちら2区一種4川でございますそしてこの道沿いではなくてですね1本入った、えー、側にですね昼間賢八さんが眠られる昼間家のお墓がございますここを 曲がりますそしてこの水沿いの右手側に、えー、昼間家のお墓がございますもうすぐそこでございますので、えー、先にですねお墓の紹介をしたいと思いますただ一つですねこれ非常にピンチなお話でございますがはいお墓到着しました お墓は、はいこちらになります。昼間家の墓でございますね。そしてこの墓所のところにですね、看板が設置されてしまっております。はい、このように、これはですね、えー、多摩霊園はですね、えー、管理料がまあ5年間未納になってしまいまして、えー、そしてこの、 ご遺族さんこのお墓を管理されている方と連絡がつかなかった場合ですね、えー、ここに立て看板がですね、警告看板ですね、が設置されます。そして、えー、1年後にですね、えー、どなたも連絡がつかない場合は、ですねこの墓所、さら地とされてしまいまして、撤去されてしまいます。 ただ、えー、昨今はですねあの、コロナ禍もあって、ですね、墓算さ,される方も、えー、なかなかできないだろうということで、猶予期間も設けられているみたいですね、この整理番号からすると、01段で令和元年ですね。令和元年にこの縦看板が設置されたと思われます。えー、これ、 えと名乗り出るまあ6頭身までですね墓所を継承できますのでその方が名乗り出ればですね継承できますので、えー、ぜひですねあのー、関係者の方もしくはご遺族の方、えー、ぜひこの玉レーン管理事務所までご一歩いただければと思いますぜひこの墓所なくしてもらいたくないと思っておりますそういうちょっと思いも込めて、えー、昼間ケンさんのご紹介していきたいと思います まず墓石はですね、こちら、はい、昼間家の墓でございます。この、えー、昼間家の墓のですね、えー、こちらの面にですが墓地になっております。はい、こちらにですね、えー、ケンパチさんの、えー、刻みから始まっております。そして、この墓石、ずっといろいろ刻みがございますが、裏側にですね、 娘さん、次の動画で紹介したいと思っておりますが、このキヌコさんのですね、はい、キヌと、こちらではキヌと刻んでますね、ヒルマキヌと、はい、キヌさんも刻まれております。はい、そして、えー、墓所にはですね、えー、この右側にです、ね、このように日が立っているんですね。ヒルマケンパチさんの 日が立っておりますはいこの上にはこれマンドリンとクラシックギターですねはいこれを日本に紹介した人です普及させた方でございますそれらの、えー、略歴などもこ,うこのように刻まれておりますねこの日を立てたのは娘さんの絹さんでございますねはい では、ひるまけんさんのですね、えー、ご紹介していきたいと思います。ひるまけんさんはですね、えー、江戸麹町のですね、幕臣のひるまやすごさんの四男としてお生まれになりました。1883年の明治16年、文部省内に設置されました音楽教育の研究、音楽教師の育成のための機関であります音楽 取り調べ係これの練習生となりましてチェロを専攻されました1887年の明治20年卒業後渡米してですねニューヨークにてチェロを学びます1889年からはヨーロッパに渡りそして1891年に帰国されましたこの時ですね初めて日本にハーモニカと弦楽器のチターをですね持ち帰っております 1898年、再びヨーロッパ、ドイツとイタリアに渡り、マンドリンとクラシックギターと出会います。そして1901年、マンドリンとギターを持ち帰って、マンドリンギター教室を開いてですね、えー、広めました。なお、帰国した1901年、明治34年にですね、日本で最初のハァハポニカ演奏会を開催しております。 ハーモニカはですね、1827年にドイツのクリスチャン・メスネルという方がですね、発明された楽器です。そして日本に輸入されたのは明治27年という施設もありますが記録に確認できる最初のものはですね、明治31年8月29日付のですね、読売新聞の広告でハーモニカを横笛としてですね、記して掲載されているのが最もですね、記録に残っているものでございます。 蛭、えー、間さんのこの演奏会はですねこの広告からわずか3年後のことでございましたハーモニカだけではなくてマンドリンとクラシックギターの先駆者としてもですね普及に尽力しそれらの音楽の起源となりましたその門外はですね音楽家の斎藤秀夫さんをはじめ家族や芸術家など数多くの著名な方々に指導し影響を与えましたなお斉藤秀夫さん お墓タマレインにございまして、2区一種、四側四4番でございます。動画も上げておりますので、ぜひそちらもご覧ください。娘の蛭間絹子さん,、まあさんえー、マンドリン奏者でございまして、マンドリン界のですね、最高経営者として、えー、活躍されました、えー。詳しくはですね、次の動画で、えー、紹介していきたいと思います。えー、ざっとですね、 昼間ケンパチさんのですね、えー、紹介をさせていただきましたそして、えー、墓所にはですねちょっとお伝えし忘れましたがこちらに蛭間もじさんのお墓というちょっと小さめのですね、お墓も建っておりますこちらはですね、えー、5歳で、えー、亡くなってしまいましたケンパチさんの息子さんのお墓でございますはい えざっとですね、えー、ひるまけんぱしさんの紹介をさせていただきました。次の動画はですね、その娘さんでございまして、マンドリンのですね奏者でございました、ひるまきぬこさんこと、まあ、ひるまきぬさんですね、本名きぬさん、えー、を紹介したいと思います。はい、最後に繰り返しになりますが、えー、このようにちょっと警告看板が立っておりますので、ぜひひひるま、えー、けんぱしさんの えー、関係者やです、ね、ご遺族の方、えー、まだ間に合います。えー、ぜひ、たレーンの管理事務所にです、ねえー、連絡をしてください、そして整理番号を伝えていただければ、えー、話がスムーズにいくと思いいます、はい、ではお墓参りしたいと思います。 はい、えー、昼間ケ間パシさん、まあ、音楽家でございます。チェロ、ハーモニカ、マンドリン、クラシックギター、そして日本初のハーモニカ演奏会も開きました。えー、もうレジェンドですね、音楽家の、えー、昼間ケ間パシさんのご紹介とお墓参りをさせていただきました。次の動画はですね、えー、その娘さんの、えー、マンドリン奏者で、えー、著名なヒルマキヌ子さん。 イルマ絹さんをご紹介させていただきます以上でございます <music>